こんにちは、社会人事務所長谷川満です。神奈川新聞5月30日の記事ですけれども、スポーツ欄ですね。スポーツ欄のところを見ると、やはり神奈川新聞らしくですね、こう DeNA の話題がこういうふうにですね、ほぼ一面、プロ野球の中でもですね、やっぱりこう神奈川新聞は一番横浜ベイスターズ、DeNA ベイスターズに注目をしていて、こんな記事になってます。でなおかつ、交流戦ですね、セパの交流戦で、これは楽天に勝ったんですかね、楽天に勝利した、セリーグで唯一第一戦ですね、セパ交流戦の第一戦で、勝利したということもありましてですね、こんな風に取り上げられていると。で、このことからやはり感じるのがですね、各地域のですね、新聞というのはやっぱりその地域の特性をですね、生かした記事だなというのを感じておりますし、やはりその地域のひいきさですね、そういうのはやっぱり地域、地元だからこそ感じる部分だし、地元だからこそ応援できる部分かなと思いますので、そういう部分では自分の生まれ故郷とか住んでるところとか、そういうのを大切にするっていうのは大事なことだなというふうには感じます。